はい皆さんこんばんは休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学です。で本日は非常事態宣言が出された最初の日曜日2020年4月12日です。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。本日は昨日に引き続き正の数、負の数の第2回をやりたいと思います。で、副題として自分中心の矢印という、まあ、表現をしておりますが、まあ、これも考えていきましょう。 はいそれでは、えっとまあ、この,あのウェーバーサ学校では、えー、大体10分から15分程度で発信しますそしてその次に、まあ、円三角形重視すると言ったんですがもう円は一通りやりまして三角形も何角形やりましたので本日からあの昨日からですね昨日から中学校1年生で最初に学ぶあの正の数負の数をやりたいと思います。 で数学用語語の英単語も復帰しますそれから Google にクラスルームもありますのでご覧くださいそれで私たちは今コロナという事態で、えー、とこういう状況になってるわけですが、えー、コロナを乗り越える数式というのを3月の16日に思いつきましたので、えー、コロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば、えー、幸せの数字7となるということで頑張っていきましょうそれでは えっと、昨日の復習から中学では数の範囲を負の,値まで負の数まで拡大します0より小さな数ス5とか二2 5とかそういうのを考えるということですねこれ昨日やりましたそれで昨日の最後に小学校で扱う数具体的な数は基準はない ないといとととうことを基準にすると、まあ、例えばりんごがないことから比べると3個あってさらに2個加われば5個だと0.5リットルの水から0.2リットル使ったら0.3リットル残るというふうに、まあ、誰がどう見ても同じような計算ができる形になりますね。とか中学高校で扱う数は基準の設定により変わることがあり個々人によっても違うことがあると、えー、基準の設定によってはね。で 正の数、負の数を、えー、数えるという数ではない発想で、高校の発想で習ってみようということを昨日導入いたしました。それでは、まず正の数と負の数の話の続きなんですが、数を直線の上に表すことがあるんですね。これ、数直線ナンバーラインと言ってるんですが、右側がプラスの数、正の数、左側が負の数になるように書いて、 でえっと、こっちの正の方向、ポジティブディレクションは、こっち大きくなる方向を示し、負の数、えー、こっちの方向ですね、ネガティブディレクション、まあ、これはあの正の方向というのはちょうど英語でも日本語でも大体いい左から右に私たち、えー、文字を表記しますので、こっちに書く方向が正の方向、こっちが負の方向ということで、えー、数字に表した曲直線があります。で えっと、この直線上に例えば点を打ったりして、まあ、ここがマイナス1の位置だとかここがプラス5の位置だというふうに点を打って示すことができるんですが、まあ、小学校であったように正の数だけの場合には大小関係は明らかで0より1が大きく1より2が大きく2より4が大きいということでこれ単純な話でしたところが負の数も含めた大小を考えるとこの数直線上に点を打つとより左にあるものが小さくより右にあるものが大きくなってきますので マイナス4よりももががが大大大きききくくさらに大きく1プラス1が最いいと,いうことになりますでこれ左から小さい順に書いてもいいんですが別に左に大きいものを書いてもいいのでそうすると記号がこっち大なりということでこういう記号になりますで不等号はこっちのが小さいということが a 小なり b という日本語では表記しますし英語では a is less thanb というふうに表記します でえ、こちらが大きいということは A 大なり B と表現しますし英語はと A is greater thanB というふうに表現しますで、えっと、この正の数負の数を理解する上でもう一つ考え方絶対値というアブソリュートバリューというのを導入すると分かりやすいでこれは何かというと原点0の位置からその点までの距離のことを絶対 と言ってます例えばプラス1が1という絶対値だということはわかると思うんですけどマイナス4も距離にすると4です4離れてるということでこれ絶対値は4ということになりますで絶対値を示す記号は高校で初めて使って中学では学ばないんですけどこの記号便利なんでしといてくださいあの両側をこう縦棒で挟むと絶対値を示しますそうするとマイナス4の絶対値はこの0からの距離ですので4 プラス4も絶対値4。で単に4と書いたときにはプラス4をイメージしますので絶対値4です。ということで、ここ,この、えっと、0からの距離を絶対値というふうに言っております。絶対値は必ずこのプラスの数というかあの、えー、プラスということも書かずにこういう数になるんですね。さてで 数の大小関係はマイナス4とマイナス2を比べるとマイナス4の方が小さいのでマイナス4小なりマイナス2になるんですが絶対値にしますとマイナス4の,4の方が絶対値大きいのでマイナス4の絶対値の方が大きいということになります。で数の大小関係はこういうことになります、まあ。0よりも小さな数が負の数だから負の数だったら絶対0より小さいそして正の数というのは0より大きい数なのでその正の数は絶対0より大きい。で 次、正の数は絶対値が大きいほど大きい、これは小学校でやった通りですね、大きな数ほど大きいというのは当たり前ですで。負の数は絶対値が小さいほど大きいということですね。マイナス4とマイナス2だったら、あのよなんかあの小学校だと4の方が大きそうに見えるんだけど、マイナス4というのはこっちにより離れているので、マイナス4の方が小さいこ、こっちにあればあるほど小さくなりますので。でこれは、お店の、小さなお店の経営の良さで考えていただくと分かっています。 赤字0よりも赤字が悪く0、えー、よりも少しでもプラスあれば黒字が良いということが分かりますねで黒字1万と黒字2万とどっちがいいかというと黒字2万の方がいいんですじゃあ赤字2万と赤字1万でどっちがいいかというと赤字1万の方がまだいいわけですねあの赤字が多いよりも赤字が少ない方がいいということですで大学生だとあのまあ、えー、っと試験ができないと赤点とか再試験というのがあるんですけど例えば 再試験が5つだった学生と 1, 人だった1つだった学生が出会ったらどっちが5の方がああの多いから頭いいとは言いませんよね。そのやはり、えー、5つ再試験してしまった方があのより成績が悪いということになりますので、えっとまあ、マイナスの値は絶対値が小さいいいほど、えー、大きいとということになりますそれでは。えっと プラスマイナスの、えー、アディション、加法、足し算ですね加、加法について考えていきたいと思うんですが、小学校まではプラスマイナスを考えませんでしたので、2たす5という表記しかありませんでした。2たす3イコール5という表記しかありませんでしたけど、本当は中学に行くと、えー、2, 2の符号がプラスなのかマイナスなのかとか、えー、こっちの3もプラスなのかマイナスなのかということがありますので、えっと 2と3という絶対値を持つ計算で言ってもプラス2プラスプラス3とマイナス2プラスマイナス3とマイナス2プラスプラス3とマイナス2プラスマイナス3があるんですね。ということです。でつまりここの文字の直前に書いてあるその符号プラスマイナスはこの数の符号プラスかマイナスかを示しここが足し算引き算ということを示す式ですね。 でただ、本当はこう書くのが一番正確なんですけど、こう書くの面めんどくさいので、プラスはだいたい表記、表省略してしまいます。そうすると、普段通りの2プラス3、マイナス2マイナス3、マイナス2プラス3マイあ、2マイナス3というふうに表記できます。さて、じゃあそれぞれの計算方法はどうでしょうか。えっと、プラスというのは 右側側にに直線で言うとと行くこと、まあ、これ東地図でいうと東に例えると、東に2キロ行ってさらに東に 3km 行くみたいな話で2プラス3で合わせて5 k ロ行ったということですね。で、えーと、マイナスの方はこっちの数直線でこっちの左に方行くことです。で、この地図に例えると西の方向に行くことですので2キロ西に行ってさらに3キロ西に行くと、えー、西に5キロマイナス5ということになります。さて、 えっと、次に、マイナス2プラス3だったらどうなるかというと、西に2キロ行ったあと、反対側に戻って東に3キロ行くということです。そうすると、2行って三二行ったり来たりして、2行って3戻りますので、プラス1になります。で、2マイナス3の場合、2東に行ってから3西に戻りますので、このマイナス1ということになるんですね。で、以上をまとめると、こうなります。2 3が5 同じ符号の場合には、はこれは小学校でやった計算ですす。ね。ママママイイイイナナナナススススったらマイナスが重なってマイナス5になてにります同符号の計算の場合には絶対値は和になり符号はプラスの世界だったらプラスのままマイナスの世界だったらマイナスのままになりますさてマイナスとプラスだったら行ったり来たりになりますのでその異符号の計算の場合には絶対値は差になります2と3の差の1になります。 そして符号はどっちがなるかというと大きい方が勝つんですね。マイナス2と3だったら3の方が大きいのでプラス1です。でマイナス2とマイナス3だったらマイナスの大きいのでマイナス1になります。さてそれでは引き算について考えてみましょう。引き算引き算では小学校までは3引く2しかできなかったんですがこういう表記だったんですが先ほど言ったように本当は 3とか2の、あ、こっちょっと2と3逆になっちゃいましたけど、あのこう、えー、プラス2か、マイプラス、えー、マイナス二か、プラス3かマイナス3かあるので、こう書きます。で、ここも、マイナスプラスとかなっていった場合には、あのプラスは表記、省略できまして、2マイナス3とか、えー、できるんですね。これ2、2マイナス2マイナス3と。ところが、ちょっとこの2番目注目してください。プラス2マイナスマイナス3は、 ママイナスのマイナナスススのだとプラスになってるんですねここもマイナス2マイナス3はマイナスのマイナスはプラスになってるんです。でこれはどういう意味かということを考えてみたいと思います。で実はこの青で書いたマイナスの計算っていうのはあのこの先ほどから言ってるあの東向きに行くことをプラスの矢印というふうに考えた時にこう向きを逆転しなさいという意味なんですね。えつまりこ,ここの後で ここうやるもののあのあ、えー、向きを逆転しなさい,っていうことです。だから例えばプラス2マイナス3だったら2、えー、マイナスプラス3だったらプラス3を逆転させなさいということこうですということですでそうすると2でこうなりますからマイナス1になりますで 2マイナスマイナス3はマイナス3というものを向きを逆転させなさいということなんでマイナスの向き西向きは逆転しますので東向きになりましてこれが2プラス3ということになりますでじゃあ次マイナス2マイナスプラス3はプラス3の向きを逆転しなさいということですねそうするとこうなりますそうするとマイナス2マイナス3と一緒になりましてマイナス5になりますでマイナス2 マイナス、マイナス3はマイナス3を向きを逆転しなさいということでこうプラス1になります。ということで、このマイナスの計算というのは向きを逆転しなさいというふうに考えてください。それでは次に、情報、情報、マルティプレーションとディビジョン、えー、かけると割るですね。でか、かけるを説明します。で、割るは昨日も少し言ったように逆数をかければいいことなんで、まあ、 プラスマイナスという方向性についてはあのこれ全く一緒なんで掛、えー、け算の方だけで説明します。えー、2×3 の小学校表記の掛け算に加えて、えー、っと中学校ではプラス 2× プラス3マイナス 2× プラス 32× マイナス3マイナス 2× マイナス3という4つの表記ができます。でそうすると,、えー、っとこの 2×36 はいいと思うんですけどマイナス 2×3 はマイナス6になります。 2かけるマイナス3はマイナス6になります。で、マイナス2かけるマイナス3だと、まあ、これ、プラス6になるんですね。で、なぜかということなんですが、まあ2かける3というのは、2を3倍、この矢印を3倍に引き伸ばして、6、これはいいですね。で、マイナス2も矢印の向き違うけど、これも3倍に引き伸ばして、マイナス6、これはいいと思います。じゃあ次なんですが、2かけるマイナス3っていうのは、えっと、かけるマイナス3っていうのは、この2に、まず、 向きを逆転させてから3倍しなさいということですね。こう向きを逆転してから3倍しなさい。これかけるマイナス3をこう2つに分解して、えー、何々かけるマイナス1かける3でス1というのが矢印の向きを同じ大きさで逆転しなさいその後さらに3倍しなさいということですのでこうなりましてマイナス6になります。じゃあマイナス2かけるマイナス3だったらス2をまず逆転させますね。 でそしてそれを3倍するので結局プラスになるんですということになります。それで以上をまとめると実はあのコツを使えば簡単でまず同符号の計算は絶対値の和プラスの世界だったら2と3が足し合わせて5マイナスの世界だったら2と3足し合わせて5だけど世界はマイナスのままだと符号は同じということです。で 異符号のの計算は絶対値の差になります。2と3だったら1でマイナスのが強いのでマイナス1マイナス2と3だったらえー、っと差が1で、えー、プラスのが強いので1になりますそれであとここなんですけどこれはあのプラスプラスマイナスマイナスマイナスプラスプラスマイナスなんですけどこれちょっと日常生活の言葉に例えるとプラスが賛成でマイナスが反対だとしましょう。 賛成することに賛成だということは結構賛成ですね、その人は。だからプラス反対することに反対だったら、反対に反対は賛成なんです、ね。マイナスのマイナスはプラスです。で、賛成することに反対だったら、まあ賛成することに反対だから結局反対。マイナスのプラスは、えー、マイナスと。で、反対することに賛成だったら、えー、これは、えー、反対することで賛成つ、つまり反対ですね。コインでいうと、表の表は表。 裏の裏はまた表になるんです裏の表は裏表の裏は裏ということで、えー、こういうマイナスのマイナスの時に逆転してプラスになるということだけ特に注意をしてください。掛け算についても同様です。マイナスのマイナスはプラスになります。はい。で、これをさらに大雑把にまとめると。 こうですねこのイメージ、マイナスとマイナスが合わさると、マイナスと向きを縦向きに変えたこれが合体しまして、プラスになるというふうに考えてください。それから、ここちょっとプラス、マイナスがいっぱいありますけど、これ、棒の数を足し算してください、これ、1、2、3、4ですねで、偶数個だったらプラスになります、これ、1、2、偶数個だったらプラス、これ、1、2、3ですね、奇数個だったらマイナス、1、2、3、奇数個だったらマイナスという見方もできます。 それでは、昨日の導入で言いました高校で学ぶ発想で、えー、今日、う、生徒の数、負の数を矢印の向き、東向きをプラス、まあ、右向きをプラス、えー、負の数、えーっとまあ、西向きをマイナス、左向きをマイナスと数えました考えました。で実は、高校に行くと、 数には2種類あると、量には2種類あるスカラー量とベクトル量という2種類があるということを言います。で、スカラー量というのは、スカラークワンティティ、えー、大きさだけの数で、向きはないんですね。例えば、リンゴが3個と、まあ、リンゴはちょっと本当は厳密にいますと、スカラー量とっ精、まあまあ、密にいますと、これ、スカラー量と言,言ってはどうかという議論はあるんですが、まあ、こっちが正確ですね。 0.5リットルの水から0.2リットル使ったら0.3リットル残ります。これ、向きないですね。この水には向きがありません。えー、0.5から0.3使ったら0.2使ったら0.3残ります。同様にリンゴ3こと2個代足したら5になります。向きはありません。ところが、えー、っと小学校で学ぶのはこの数を中心、えー、大きさだけの数を中心なんですけど、 中学、高校、特に高校に行くと、ベクトル量というのを学ぶんですね。これは、速度とか力とか大きさとか、大きさと同時に向きを持つ量のことを言います。これを、広い意味では数というふうに、小学校は数を学ぶんだけど、中高では数というふうに表現するというのは、数えることが必ずしもできないからですね。じゃあ、ちょっと問題出しましょう。最初にあった場所から A 君が、 1> 1メートル B 君が1メートル c 君が1メートル d 君が1メートルリンゴが運んだリンゴの位置は最初の場所から何メートル離れた位置かちょっと計算してみてください YouTube を見ている人は途中で止めて考えてみてくださいこれは実は運び方の向きによっていろいろあるんですねまあ4人が東に全部次々に運んでいけば東に4キロ 北に運んでいけば4キロ西に運んでいけば4キロ南に運んできたら4キロということで、この場合でも 1+1+1+1 で4という、4という数字は同じですけど、じゃあ絶対4になるかというと、こういうやり方もある。3人が東に行って、1人が同じ 1, 1ミル,メートルを西に戻るという形にすると、あ、これ、ごめんなさい、これ、2ですね2、2ですね、2になります。で これ,2ですね、でこれは2人が西に東に行って2人が西に戻ってくると0になります。あるいは1人が北に行ってあ、えっと、最初の人が、えっと、東に行って次北に行って次東、えー、西に行って次南に来るとまた元の位置に戻っちゃうんですね。ということで 1+1+1+1 が4になるとは限らないんです。というのがベクトル量の特徴です。 でつまり数ベクトル量であ、数ですね、ベクトルで表せる数は矢印があって、自分中心の視点を作る矢印があって、向きと大きさが関係すると。で、ベクトルというのは高校に行くと自由に視点を設定できたりするんですね。つまり自分の都合で設定できる。これが自分中心の矢印という意味です。さて、それでは昨日少し言いました、身近で使われている負の数の基準として、 気温がマイナス12度かとかありますね。これはマリアナ海溝がマイナス1万1 0 3 4ルというのが海面を基準にするとマイナスになります。で個人経営のお店も、まあ、あ,のある月の9月の末を基準にするとマイナスになってたりするとでも基準を変えると。 気温も、絶対0度という最も物質が低くなる温度を基準にすると、マイナス12度だって261ケルビンというプラスの数字になっちゃうんですね、から海溝だって地球の中心を基準とすると6499とプラスの値になります、でこのこちょっとこれ、書き忘れたんですが、えっと、2万円、10月赤字でも3月末からするとプラス5万円だったかもしれないということで、基準によって正の値とか負の値も変わってくる。 まあ同じ学校にすん、あのー、の教室に行っても1年生からすると3年生はプラス 6m で先生はマイナス 3m 先生からすると3年生はプラス 9m で1年生がプラス 6m ということで基準によってプラスマイナスの値って違うんですね数学っていうのは実は自分の基準を設定すると値が変わってくるんです。 で、えっと、これが特に船橋市民にとってまあ一番分かりやすいのが、えっと、西船橋に住んでて東京に出勤している人が当然、出勤途中に西船橋に行ったらちょっと怖い小岩に寄ってくれって言われたらこれはし仕事に行く向きのまあそのまま1、2、3、4駅行けばいいのでプラス4ですね。ところが、えー 同じ船橋市民で船津田沼駅が最寄りの人が、えっと、こっち、千葉方面に仕事行ったと、通勤してると普段。えっと、ところが急に怖い、う葉に来てくれて言ったら、まあ、仕事の方からからをプラスと見なすと、マイナス7になっちゃうんですね。ということで、えっと、西船橋在住の東京出身からすると、紅葉はプラス4。 しかし、えー、津田沼、えー、に最寄りの千葉通勤者からすると、行為はマイナスならとなったりするんですねということであの、それぞれの立場で、視点と向きは自由に設定できるというのが数学の発想です。特にベクトル量で表される値の発想です。じゃあ、最後にですが、私たちは今、あのこうえー、学校が開かれないとか。 まああの家にこういる時間が長くなってるというのはまあマイナスという見方もできますけどまあ見方を変えれば視点を変えれば出発点を変えればまあ私たちまあと,にとにもかくにもあの今生きてるわけですしえとまあこの時間が多くできてしまったことを別のことに気を向けていくこともできますのでまあベクトルと同じように向きと視点を変えると。 新しい世界が見えてくるかもしれないという気持ちで、えー、あと、えー、1ヶ月弱お互い頑張っていきましょう。それではご清聴ありがとうございました。